4時37分を回ったところで、随行4丁目のバス停前にいます。この道をですね、まっすぐ進むと地下鉄随行4丁目の方にですね、向かうことができるんですけれども、今回はですね、この随行4丁目から京阪電鉄方面のですね、駅の方へ向かって歩いていきたいと思います。まあ何せですね、まだ夜明けまで時間があるものですので、まあ極力ですね、道の幅い道路をですね、進みながら歩いてくることにします。その手前には随行歩道橋があります。地下鉄随行4丁目の上新庄大阪駅前方面のバス停を過ぎて、こちらの交差点を右の方へ曲がると地下鉄随行4丁目駅の方へ行くことができるんですが、ここからですね、左の方に曲がって大阪経済大学方面へ向かいます。大阪経済大学のですね、正門前にあたりますが、こちらですね、冬のイルミネーションがですね、今も光っているんですよね。いわゆるクールスポットのですね、大阪経済大学のクールスポットになるんですけれども、災害拠点の一つにもなっています。この、LED のですね、光とともに、進んでくることにします。歩き出して500メートル、クールスポットの、中に飾られているイルミネーションを通り過ぎて、今度は大阪経済大学のバス停側の入り口を左へと曲がっていきます。その手前には大阪経済前のバス停があります。ここから左の方へと曲がって経済前商店街の方へと入っていきます。いわゆるですね、上新プラザへの近道にもなります。これするとですね、2つのですね、分かれ道があるんですが、まっすぐ進むと、住宅街の方へと出てきて、その右側の方、斜め右になるんですが、そちらに行くと上新プラザの方へ行くことができます。向かい側に上新プラザ、そしてびっくりドンキーの東ロガーデンがあるんですが、南側の方になるんですけれども、三宝寺西公園があるんですね。このように正面の方には、休憩場所があって、正方形の木製の椅子、そして石のですね、ベンチもあって、奥の方に行くとコンビ遊具と幼児用の滑り台があります。こちらが市営西大道第三住宅になります。中層の5階建てのですね、住宅が4棟建っているところになります。歩き出して1キロ、上新プラザへとつながる西大道第三住宅沿いの道路を右の方に曲がって、地下鉄今田水線沿いの道路へ出てきました。国道479号の宇治環状線沿いの方へと出てきました。左手の方にはセブンイレブン、そして奥に行くとですね、さぬき製麺、いわゆるですね、さぬきうどんのですね、店があります。で、ここからですね、豊里大橋の方を向けて歩いてくることになります。こちらが大道1丁目の、バス停の周辺になります。信号の手前にはすき家があり、そして洋服の青山のですね、洋服店もあります。随行4丁目のバス停から歩き出して 1.5キロ、右手にローソンの大道豊里駅前店を、通り過ぎ、そして地下鉄大道豊里駅前の方に差し掛かってきました。右手の方にはアニタイムフィットネス、24時間年中無休のフィットネスジムと松の屋というとんかつ店舗があるんですが、森口方面の、車線にもですね、地下鉄大道豊里駅があって、ここから右に曲がると豊里小学校、あるいは豊里中央公園の方へ向かうことができます。そしてこちらからも豊里小学校、あるいは豊里中央公園に行くことができるんですが、ちょうど豊里の歩道橋に差し掛かってきました。その豊里歩道橋の下に豊里小学校前、いわゆる上新庄駅前、 JR 吹田方面しか止まらないバス停があります。豊里のバス停が近づいてきました。その手前にはスーパーマーケットのフレスコがあり、そして豊里味見館のですね、駐車場があります。そして反対車線には農場公園があり、そして大宮神社があります。
その、過ぎたところに大宮神社前の小さな押しボタン式のですね、交差点があります。豊田町商店街の一部の道路、歩道橋を歩いていることになります。歩き出して2キロ、ちょうど豊里の大石橋今市布施駅前方面、そして森口市駅前、大日摂南大学方面のバス停を過ぎてきました。もう間もなく豊里大橋を渡ってくることになります。今時刻は5時4分になってきたところですが、当初の予定よりもちょっと早めに豊里大橋の方に入ることができます。随行4丁目のバス停から歩き出して 2.5 キロ、1本目となる豊里大橋の A 標の柱の前に来ました。まもなく淀川の中間に差し掛かることになります。いわゆる豊里大橋の中間に差し掛かることになります。8分ほどで豊里大橋を渡り切ることができました。時刻は5時12分に、なったところですけれども、どうやらですね、京橋連絡なしのですね、湯田橋行き先着のですね、電車には間に合うことができそうですね。歩き出して3キロ、豊里大橋の歩道橋口を出て、内環状線沿いの高架の出入り口付近の方へと上がってきました。阪神高速12号森口線の高架に差し掛かってきて、森口市の方へと入りました。そして緑橋の姿を見ることができます。ちなみにこちら右の方に進むと旭区のですね、大阪高台方面へ向かうことになります。右手の方には見にくいんですが大石橋小学校、そして手前には緑町歩道橋、森口が管轄する歩道橋があります。そしてその歩道橋のですね、階段前の方には京阪バスの大石橋のバス停があります。そして先を進むと地下鉄大石橋今市北の上新庄駅前のバス停、右手の方には大石橋今市駅の、有料駐輪場があります。そして、今田水泉仕様の地下鉄大石橋今市駅、そして左手にはマクドナルドがあって、京阪本通り1丁目交差点の方に差し掛かることになります。そしてこちらが地下鉄大石橋今市西、いわゆる大阪駅前熊田天満橋方面のバス停、さらには旭区あったかバスのバス停になります。京阪本通り1丁目の信号を渡って右の方へと曲がってきて、すぐにセブンイレブンが見えてくるんですけれども、そのセブンイレブンを見ながら左の方へと曲がってきます。歩き出して 3.5 キロ、手前の大石橋の交差点を左に曲がって京阪滝井駅、そして関西大総合医療センターへつながる道路の方へと出てきました。右手の方には関西大総合医療センターの道路があって正面玄関があるということですけれども、引き続き南下する形でもうですね、その奥の方の正面の奥の方に、京阪の滝井駅の駅舎が見えています。もう間もなく着くことになります。京阪滝井駅の南口の方まで来ました。こちらに到着になります。実はですね、その、土井方面になるんですけれども、駐輪場ができてるんですよね。また新しいですね、雰囲気という環境なんですけれども、随行4丁目駅の方からですね、歩いてきたんですけれども、こちらまで時間にして48分1秒、3.98 キロ、4キロ近かったですけれども、歩数が5535歩の330キロカロリーということだったんですけれどもね、もう随行4丁目の方でもですね、4キロほどですね、あってですね、だいたい48分で行ける距離なんですよね。ちょっとですね、今準急がですね、始発の準急が通過していくところなんですけれども、もう間もなくするとですね、ちょっと電車の方がやってきますので、まだですね、東淀川区内から、京阪本線の駅へと行くバリエーションはまだいっぱいありますので、またご紹介できればと思います。随行4丁目のバス停から
京阪滝井駅までを歩いてきました。